天狗コウモリは、哺乳コウ,コウモリ目、ヒナコウモリか天狗コウモリ属に分類されるコウモリの一種。中国などに分布する、エム・ルカガスターと同種とする意見もあり、その場合は、ア種、日本天狗コウモリエム、ルカガスターヒルジェンドーフィーとして扱われる。日本の固有種で、北海道、本州、四国、九州に分布する。本来は、軌道を根グとしているが、 大木が激減して軌道が消失した環境では、洞窟を昼間の隠れ家とする場合もあり、洞窟で確認されることも多い。また、時に建造物に生息する。前腕長四41から46ミリメートル、東道五59から73ミリメートル、尾長三36から47ミリメートル、体重9から15グラム。微光は環状に突出し、次回は卵円形。 地図は細長く先端が尖る。天狗の花のような感情の美光が名前の由来になっている。体毛は羊毛状、桃間膜は上下面と模型を密接する。体上面は赤色で銀色に光る長い上毛がまばらに生え、下面は泡オリーブ灰色。翼が幅広く比較的低空を飛翔する。他のコウモリ類のように大きな群れを形成することは少なく、 単独、または数頭の群れで生活することが多い、夕方早く飛び出しカブトムシアガなどの昆虫を食べる虫食性の種である。洞窟で多数の遺外が発見されたことがある。禁煙種として、日本には本州より小型で微光が突出し、毛色が金色に近い古典ウモ森が北海道、本州、津島などに中型で、 桃間膜に毛がなく枯れ灰色の口葉天狗コウモリが津島に分布する。1920年に屋久島から古天狗コウモリとして記録されたものは後者と思われる。なお、インド北東部、中国、カラフトなどには近縁の北天狗コウモリエムルカガスターを産する。ありがとうございます。